ろうな、なんだ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 ろうな。どうも皆さんこんにちは、まこちゃんです。さあ今日も皆さん始まりました、なんだろうなボックスなぞなぞシリーズ、イエーイ。今日のテーマはこちら。皆さん一度は見たことがあるでしょうか、雄大に海を泳ぐこの姿。まこちゃんはこの生き物が大好きです。今日のテーマはクジラです。さあ皆さん、もう今日は早速問題に行きたいと思います。このクジラが背中から吹き上げている、これ、さあクジラが背中から水を吹き出す理由は何でしょうか。知らない方も今日も一緒に謎謎体験へ、ウェッカー。イエーイ。ラララララララ、クジララ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 ラ。今何時？さあ正解の時間がやってまいりました。さあ皆さんご覧ください、クジラさん何か言ってますよ。まこちゃん、これは僕の背中だよ。いや違うて、まこちゃん、ここは僕の鼻やって。もはやクジラ論争が巻き起こってしまうぐらい、ここは鼻なんでしょうかね、いや位置的に背中なんでしょうかね。なんかいろんな謎が湧き立ちそうなぐらい、まこちゃんもクジラの謎どん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 追求してみたくなってしまいました。さあ早速正解に行きたいと思います。クジラが背中から水を吹き出す理由とは、正解はこちら。クジラは呼吸をしているんですね。これが正解です。知っているって方も少なからずいらっしゃったかもしれませんけれども、クジラがなぜ呼吸をここからしているのか、この理由は先ほど言っていたクジラ背中鼻論争にもつながってくるわけなんです。まさにこれはクジラの鼻の役割をしているわけなんですね。クジラとは海の中に潜ると大体15分から1時間ぐらいの間遊泳をし、水の中で呼吸ができないので水の上に浮上してきて水を吹き出すわけなんです。ただしこれは潮や水が吹き出しているのとは違います。大きく息を吹き出したその様がまるで噴水を上げているかのように見える、そういうわけなんですね。体内から水を出している、そういうわけではなく呼吸の一環として水が吹き出ているように見える、そういうわけだったんですね。勉強になりましたね。クジラは海で泳ぎながらこうして定期的に呼吸をしている、そういうわけなんですね。まるでその様を潮を吹いているだとか水を吹き上げている、そういう人もたくさんいらっしゃったかと思います。これからはそうか、大きく深呼吸してるんだな、そんな風に見ていただけても楽しいかもしれません。それでは皆さん、また明日の謎でお会いしましょう。